ということで今日はですね、今話題の銀座阪急、銀座スニーカーヒルズにちょっとお邪魔したんで、お伝えしたいと思います。ということで、ここはですね、素晴らしかったですね。もう、このエリア一帯がもうスニーカーで、もうお店、そして、博物館、ミュージアムですね、そしてホスピタル、まあ、修理、カスタムということで、もう全てがスニーカーのためのエリアになってまして、で、最初にはですね、まあ、お店行ってみたいと思います。ここね、ちょっとね、価格がおかしかったですね。めちゃくちゃ安いですね。まあ、ここはエアマックスコーナーなんですけども、まあ、95がたくさん並んでたりとかしてて、すごかったですね。でも、まあ、展示品があって。で、この奥ですね。奥では、まあ、ニューバランスとか、まあ、普通にいろんなナイキ以外のスニーカーも置いてるんですけども、ほんと価格設定がちょっとおかしかったですね。めちゃくちゃ安いですね、ここ。はい、エアホスコーナー。はい、シュプリームということで。なんか、こんな安いところ久しぶりに見ましたね。すごかったですね。アンディフィーテッドシュプリームコラボ系のエアフォースワンローが並んでますね。はい、ピースマイナスワン G ドラゴンもありますよ。はい、でこの下行くと、まずここは全部エアフォースワンのコーナーなんですけども、いやエアフォースかっこいいですよね、やっぱり。うん、ローミッド、まあ、ハイはちょっと合わせづらいですけど、ローミッドまではめちゃくちゃかっこいいなと思いますね、本当に。で久しぶりに見ましたね、この次のやつ、この全部ヘビ、これ久しぶり見たらかっこいいっすね。そして僕ね、これ大学生卒業ぐらいでね、これ全身カモ柄のこの色ね持ってたんですよね。どっか行っちゃいましたね。はい、でオールスターモデルと NBA モデルですね。そしてバンダルのオリジナルカラー、これ昔流行りましたね、本当に。そしてミッド、白は白ですね。いやこれいいですね。これジャストドーン、あ、ジャストドーンじゃなかったかな、ちょっと同棲しちゃったな。これフォース2ですね。超かっこいいじゃないですか、フォース2。フォース2のハイかっこいいなね。久しぶりにこいつ見ましたね。シュプリームのハイのエアホースワン。いやーいいですね。エアホースかっこいいですね。で、これ次行きますと、ドンと。はい、今度はダンクコーナーですね。まあ、ダンクコーナーちょっと前昔に出た、白いやつですね。まあ、ダンクの品揃えは、ここはそんなに多くはなかったですね。まあ、どちらかというと、ジョーダンかな。フラグメントダンク。これ最近のやつですね。うん、まあ、今は全然安く買えますよね。そしてクレイジーダンクと言われてるやつですね。多分、過去のやつです。あ、過去じゃない。最近の方。そしてダンクのガンダム。これ欲しかったなー。で、これね、結構ね、俺は人気出るかなと思ったら、そうでもなかったですね。はい、そして、紫色のアンブッシュ。みたいな。そして、下がグッドイナフ。いいですね。グッドイナフいいですよね。かっこいい。で、ブレイザーと。まあ、これ SB コーナーみたいな感じなんですけども。はい。で、この奥行くと、はい、モアップテンポ見えましたね。ジョーダンとかがあるコーナーですね。いや、13。綺麗ですね。13。で、モカみたいな感じですね。で、1。うん。いや、いいですよ。綺麗ですね。これ、クロージングセレモニーの11ロー。そして、これ、4の早稲田。なんだっけな。で、これがシングルズデイの4。いやー、いいですね。ダークモカかな。うん。で、ミッド。いや、ジョーダンはミッドが今すごい人気じゃないですか。あ、オブシディアンですね。これ素晴らしいですね。で、5のレイニーとファイアレッド。そして、セメントの5。そして、ゴールドメダルの5。あ、いいですね。まあ、この辺はちょっと今は人気がないかもしれないですね。13の紫と11。いいですね。かっこいい。まあ、真っ白のイレブンローも久しぶりに見ましたね。ちょっと買っちゃってますけどね。で、カーマイン。これ、ジャンプマンの方ですね、かかとが。そしてもう一個、カーマイン。うん、いや、オリジナルカラーかっこいいですね。そして、ヘアの6。で、オレオ5。これは最近のやつですね。で、これがライジングブルーズと。そして、ほぼロイヤルとロイヤル。そして、ニットロイヤルみたいな感じですね。そして、クリムゾン。パリ・サンジェルマン。いや、いいですよね。やっぱ、この顎色欲しいな、やっぱりね。これかっこいいわ。で、今ちょっとずつ人気が出てるね。このピンクと黄色のやつね。少しずつ人気出始めましたね。いやー、やっぱ昔のジョーダンって、昔とかも過去2年前とか1年前でもやっぱ時が経つと高くなってきちゃうのがジョーダン1、はい、ナイホール。はい、そしてストーンブルーの AJKO。これが多分ね、ジョーダンはロイヤルなんだけど、ちょっと価格おかしかったですね。安かったですね。素晴らしく安かった、コアテックスね。やっぱジョーダン1ってすごいなって僕はちょっと思いましたね。うん。これいいっすよね。本当に。かっこいいよ。うん。安いよ。これは安い。素晴らしい。で、ここが、まあそうですね。お店コーナーになりますね。うん。スウェーター7ですね。いやー、いいっすよ。ジョーダンやっぱかっこいいっすね。こうやって見ると。こうやって僕も飾りたいな。棚があればね。はい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 。で、このニューバランスとかがあって。
で、ここね、店長さんが見せてくれたんですけども、今日入りましたということで、ベビーの、デッドですね。当時のベビーですね、モアテン。もうさ、ちょっと触れなかったですね。開けてこう出したかったんですけど、ちょっと危ない感じがしたんで、箱を開くだけにしました。ジョーダン4ブレッドのベビー。いや、もう割れてるもんね。でも超欲しいよ。昔ベビーだけ集めてる人いたからな。ね、それが今になって多分手放してるんでしょうね、コレクターさんが。いやー、箱もね、年季が入っててかっこいいっすよ。カーマイのベビーなんてなかなかないじゃないですかね。いやー、ちょっとテンション上がっちゃいましたね、僕はこっちの方で。欲しいな。でもな、昔当時のベビーも結構な値段になってるから、まあちょっと集めようと思ったら結構値がお金必要ですね。はい、これなんだ。あー、いいですね、セブンのベビー。かわいいじゃないですか、ベビーね。もう飾っとくだけでいい。で、あの白い髪がね、黄色くなってんのがまだいいですね。劣化しちゃってね。で、ここね、94シカゴブレッド、コーラ、デッドストックみたいな感じで、よくこんな綺麗な状態で持ってる方々いましたね。やっぱね、持ってる人いるんですね、今ね。なんか昔買っといて履いてないみたいな人。いやー、すごいですね。最近なんか8号とか94、2001のなんかデッドがちょこちょこ、8号はないか。まあ、94、2001のデッドがなんかお店にちょこちょこ出てくるのがあるんで、ちょっとびっくりですね。で、そしてこっちがカスタムコーナーですね。まあ、修理、リペア、カスタムですね。これは僕のお知り合いがやってるとこなんですけども、いや、素晴らしいですね。カスタムの時代すごいですよ。かっこいいですもんね。トラビスっぽく出てるセメントとか。ね、海外ではカスタムの主流でめちゃくちゃ人気ありますからね。NBA 選手もカスタムめちゃくちゃやって試合に入ったりとかしてて、いや、かっこいいですよね、こう見たら。なんかオリジナルカラーでもあってもいいんじゃねえかみたいな感じのカラーめちゃくちゃありますからね。いや、ここパテントね。いや、いいですよ、ここね。クロットじゃねえや、あったしな、まあ、ティファニーダンクもあるし、いや、いいですね。かっこいいよね。ね、なんかオリジナルカラーありそうだもんね。なんかこのシュプリームっぽいアーツとかね。アトモスカラーのワンミットかなとか。いやー、かっこいいですよ。これはもともとあるだけで、竜神ダンクかな。で、ロズウェルみたいな感じで。いやー、かっこいいよ。で、ガラスケースの中にはね、オリジナルですね、8号のダンクとか、もう当時のダンクですね、ターミネーター。そして、ジョーダン1の、オリジナルです、シカゴオリジナルですね。うわ、欲しいなー、これ。こんなボロボロでも欲しいな、これね。いやー、こっちは綺麗。すごい綺麗で、ブレッド8号。8号ブレッドなんか神々欲しいな。ほんと欲しいもん。いつかはね、ロイヤル。いや、素晴らしいね。でね、1個目指しかったのがなんかあったかな。確か白。これ左ね。白ネイビー。まあ、ナチュラルグレーって言われてますかね、今だったら。これの8号はなかなか珍しいんじゃないかと思いましたね。で、94のブレッドもあったりとかしてて、超かっこいいです。皆さん行ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。See you next game!